ここは操縦できる。わ、なんかこれ方向感覚狂いそう。軌道に乗りましたので、コントロールとシステムのテストをお勧めします。致命的な不具合の危機に瀕していないか確認しておきましょう。私が全プロセスをご案内することもできます。もしくはすでに操縦の経験が終わりでしたら、そのまま各システムを起動して目的地へ行きましょう。ちょっと右も左もわかんないから教えてもらおう。船のシステム選択と動力割り当て。ああ、これか。なんだこれ。これエンジンか。わからねえ。ミサイル。船の各システムは、ああ、ああ、なるほど。パワーの配分は直接コントロールできます。では、エンジンを見ましょう。エンジンは最大速度をコントロールします。相対速度を上げたり下げたりしてみてください。これ全然進んでるように見えないけど、ちゃんと進んでる。旋回時の飛行性能を最大限に発揮する最適なポイントがあります。パッドに注目してください。スロットルを調整すると、左下の速度計が上下に動くはずです。動いた。速度計の針が右に表示されている垂直の線の中央を指すように、速度を調整しましょう。ブーストは速度を一時的に上げるために使うことができます。おう。お、宇宙じゃ全然進んでんのか。どうかわからんわ。それではシールドに注目してください。シールドへ送る動力を調整してください。動力が増えれば出力が増加します。シールドは船体をダメージから守ります。シールドか。船体がなければ私たちは挑発してしまいますから。シールドの耐久力は右下に表示されます。その下は船体のダメージ量です。ああなるほど。あなたには十分パイロットの適性があるようですね。おお、戦術にも慣れていますか。おお、ちょっと、何、武装したり狙いの艦隊の船ですか。視点変えれる。いきなりかよ。敵のシールドを無効化する必要があります。レーザー武器が特に効果的です。なんだこれ。ミニガンとちょっと強めの弾。ミサイルの中央に捉えることができれば、ホーミングミサイルによる攻撃が可能になります。なんで宇宙空間まで追ってくんの。おめでとうございます。宇宙戦での初めての戦闘で勝利しました。拾える。残骸から予備のパーツやその他の備品を回収しましょう。へえ。残骸にアクセスするにはその宇宙船で近づいてください。え、これてっきり惑星の移動手段として船があると思ってたんだけど、移動中にもこういうイベントが起こるのね。だいたい残骸拾ったと思うんだけど。あいて。つかクレジットしかなかったよ。クレナイの艦隊の船がさらに2隻ジャンプしてきます。船長。あ、来た。ミサイル。ちょっと機動力が全然ないな、この船。この辺も強化できるんだろうな。あらら。ちょ、やめて。フレアとかはないしな、今。別に。ロックオンして撃つだけ。もう一体は、ちょっと見えん。真後ろか。あ、おった。
買って、さよなら。予想をはるかに上回る敵意を向けてきています。現在紅の艦隊から継続的に攻撃を受ける確率が高く、作戦の続行が危ぶまれます。やべ、何しろったか見えなかった。ロンティアへの襲撃をやめることはありません。この中域の紅の艦隊の戦場に対処する必要があります。最新の調査によると、近くの衛星クリートには放棄された施設が存在します。海賊の足場として最適な場所です。やべえな、最初の艦隊の残骸どこ行ったかわかんねえ。あれか、そっか、都度左下でこの船の能力値を変えれるってことは、極端な能力にさせることもできるんだ。エンジン性能全振りで逃げに特化した船にしちゃうとか。あ、ちょっと待って、残骸、残骸待って、あ、ちょっと残骸、ちょっと待って、制御がむずい。クレジット美味しいな、艦隊で。あれか、じゃあ敵がいないときはこうして、こうすれば、ああ、早い早いブーストなしでも十分早い。なんだあれ、超ちっちゃいぞ。進んでる感じしないな。目的地までの距離がわかんない。はい、ファストトラベル ありました。近づく必要すらなかった。そもそも近づけたのか、あれ。クリート、地表にある放棄された施設で、この中域の紅の艦隊を束ねる船長が待っています。ちなみに今ちょっとゲーム設定をミドル設定ぐらいに落としました。それでこのあんまりオブジェクトもないような空間、 80fps 恐ろしいな、このゲーム。データメニュークリート、はいはい。環境情報を確認したり、資源スキャンしたり、着陸地点発見できたり。アンセロンの惑星、タイプ岩、重力 0.55G、 つまり地球の半分ぐらいで、あったかい、大気標準。これ02なのか O2 なのか、どっちなんだろう。動物、植物、わずか。水、生物的汚染。ほう。スキャン。あー、で、今スキャンしたと。わ、すげえ。へえ。で、資源ね。水、ヘリウム、鉄、鉛、アルゴン、アルカン、銀、ネオン。おー。なんかね、聞いた、着陸できる。聞いた話によると、惑星も自動生成なんだっけな。ちょっと怪しいけど。惑星も自動生成だったかもしれない。ここからは、私がついていきます、船長。はいはい。で、降りる。あー、で、敵から拾った SMG っぽいやつを装備してみた。運転席にトラックされてたけど、これ惑星内を操縦できるわけではないんだね。一旦外出てみよう。
おい。バスコ。ちょっとタスクを確認したい、もう一度。クレダイの艦隊の船長に対処する。こっから徒歩で行けんのか、クリート研究所。で、このメインメニューから、今乗ってるフロンティア号の、まあ、能力値か。能力値とかが見れて装備が確認できると。で、スキルはこんな感じ。身体、ソーシャル、戦闘、科学、技術。まあ、例のごとく、ロックピック、ピッキング系のスキルとか、戦闘スキルとか、隠密スキルとか、あとコミュニケーションスキルとか、そんな感じかな。まあまあまあ、まず戦闘スキルをメインに振っていこうか。ちょっと目的地が船にトラックされてるけど、ちょっと周り見てみたい。当然だけど人工物なんて基本はない、基本はないけど、あれなんだろうな、行った矢先に人工物っぽいのがあるぞ。ああ、ああそっか、地球の半分の重力だからふわふわしとるこれこれからジェットパックとか手に入ったりすんのかな。あ、ジェットパックっていうか車とかあったら便利だな。お、ついてきてる。なんだあれ。あ、わずかとは書いてあったけど、生き物おる、そしてなんか燃えとる。おお、あ、ててててて、ガスかこれ。クリートグレイザー、これ1ってのはレベルのことでいいのかな。ちょ、撃ってみようかな。あ、ああ、お前も攻撃するんかい。おぉ。一匹硬いの。ああ、逃げちゃった。ニッケル。抗菌剤、体液？撃たれないようにしてください。こいつ、死ぬかもしれません。こいつ、めっちゃ好戦的だ。でもこれ船から離れすぎたら戻るの面倒だな。船自動操縦でこっち呼べたりしないのかな。なんだこれ。これ明らかに人が来たような。ああ、ひどい感覚だと聞いています。近くにいません。ちょ、お前好戦的すぎる。ダストルート。はい。今の壁にくっついたやつか。自らの生存より私たちの死を優先しているようですね。人工物がある。お、なんかある。同位体冷却剤。そう、スカイリムもフォールアウトもそうだけど、マジで事細かいアイテム拾えるから、ちゃんと見ないと。満足のいくものであれば幸いです。ちょ、こいつ強っ。異性の遺伝子触媒抗菌剤。何に使うんだろう。で、これなんだろう、マップというマップが出るような感じでも移動しちゃった。あ、目の前来ちゃったよかなり大規模なマップがこれで
あ、大規模じゃなくなった。あ、地表マップか、これ。待って。メインもいいけど、ぜひとも不明系もやっていきたいんだよな。スケールが団地だわ。これで地表マップね。あ、船にファストトラベルある。この建物あれかな？あんまりスターフィールド事前情報見ないようにはしてたけど、アナウンスメントトレーラーか何かで出てた建物かも。早速行ってみるか。まずはステルスなんてせずに、ドンパチと行こうじゃないの。とにかくフィールドが広いんだけど、ちょくちょく気になるオブジェクトは見えるんだよな。一番目立ってる建造物はこれだけど。あ、なんだこれ。スキャンできる。はいはいはい。ああ、違う。調査。ちゃんと行き先を示してくれる。この辺は、ああなるほど。で、こういうの掘りたい場合は、あ、これ空きスロットにカッターとか割り当てた方がいいな。どうやって割り当てんだろう。はい、割り当てて銀だ。はいはいはい。あ、なるほど。なんか簡易検索するとかではなくて、スキャナーを使ったら照準に移るって感じか。これも銀だ。きっとこのカッター上位版が出てくると秒で掘れるようになるんだろうな。これも銀。金とかさ、出てくんのかな、今後。フロンティア。この辺も銀かな？あ、これ、鉛。鉄。これ、今でこそ、この鉱物に照準合わせると、あれ、鉱物ないか。今、画面の右上に、鉛やら、鉄やら、銀やら出たけど、まあ、まだまだ大量にあるんでしょうな。いろんな種類の鉱物が。もう鉛。鉄。やべえわ、もう。鉱物掘ってるだけで日が暮れちゃう。よし。ナイフだけでステルスプレイもできるんだろうな。あ、ちょっと待って。メインウェポンを装備してね。とりあえず、海賊から拾ったこれを、まあ、この辺にセットして。はい。この辺は拾えるんだ。ノート。こういうところね、あんまり事細かく見すぎてもあれなんだけど、回復アイテムとか混ざってることがあるから、完全に見落とすわけにもいかないんだよな。まあ、いいか、いくか。あ、これ回復アイテムや。ハートプラス。ハートプラス。あ、これも回復アイテムか。シュレッツゴー。はいはい。対処するってタスクだから、まあ当然倒せということでしょうね。くだらない人々、くだらないジョーク2。ああ、もうスカイリムとかフォールアウト、これまでのベゼスダのオープンワールドゲーといえばね、こういう
書物のね、質が半端ない。てか、書物の量も半端ないし、分量も半端ないんだよね。なんだこれ。価値があるものは、拾っとくか。重力パラダイン。衣服を買った。違う違う。長押してないと。ハンマー。あ、でも本当に日暮れちゃうか、これ。進むか。お、え、だ、なんだこいつ。はい。気持ち悪い。そっか、人間以外も、いるかもしんねえよってとこか。こちら人がいる感じしないな、まず。お、これはデジピック。デジピック、ピックって名前がついてるってことは解消アイテムな気がするんだけど。服拾ったな。着替える必要はない。価値ある。あ、価値ある。やべえ、全然先に進めねえ。こんだけ見ててもアイテム見落としそうだもん。あとスキャナーを使ったら基本アイテム全スキャンできるから見落としは減らせそう。あ？あららららららら、顔色が。あ、クレジットが。誰もいない、いる。あ、違う違う違う。ちょ、ライト消した。ちょ、アイテムマジで多いな。壁の反対側、あー、いらっしゃる。パイレーツ。もうバレた？まあ、やっちゃうけどね。はい、さよなら。27口径。ラットーラー。ヘルメット拾ったぞ。あんまりこの辺で初期装備を上回るアイテムが手に入るとも思えんけど。もらった。だい。ナイフだい。海賊回収部隊用パック。なんだそれ。わかんないアイテムまみれ。あ、価値高っ。これか。これいまいちこのパックって、何の意味がある装備なのかわかんないんだよ。ジェットパックってことでいいのかな？つけたろ。あー。身体サポーター的なものなの。トイレにミルク。宇宙服の体勢が下がると腕時計が警告音をします。体勢。体勢？もしかして、ああ、耐久力があるとかではないのかな？わからねえ。